で、このね、工場の際に溜まると縁取った感じになってね、変に見えるので、こう流しますね、上の方に。つららん。はい、どうも、こしやすつららん。わざっかやつららの職人、しょうちんでございます。今日は久々、ちょっとね、あることで、外に来てるので、野外スケッチ、軽く今日はペン画で、単彩着彩でスケッチしてみたいと思います。今日はですね、うちの地域ではね、伊佐津川っていうとこなんですけど、この近くにね、工場があるんですよ、ほら。あ、何の工場やろね。なんかああいうゴミゴミしたの、あんま描いたことないので、今回はこのスケッチ、この景色を、ペン画でスケッチしてみたいと思います。まあ、ポイントはあのね、ごちゃごちゃしたあの鉄骨とかをどう処理していくかっていうことと、大きな倉庫が2つあるので、あれのパースをね、うまく表してあげることやと思います。では、描いてみましょう。はい、今日のスケッチ道具は簡単なものです。マルマンさんの、スケッチブックをブロック下にしたやつと、四隅に 6mm のマスキングテープ貼ってます。で、僕が愛用している、ユニボール1 0.38mm と、ちっちゃ水筆ペンと、これですね、腕時計型水彩。これね、役立ってます。めちゃめちゃ使ってます、あれから。はい、これで描いていきます。はい、それでは描いていきたいと思います。まずですね、下書きができないので、なんとなく空白の間にどのあたりに、この工場を持っていくかなっていうのを点とかでね、ここら辺にじゃあ鉄骨を描こうかなとか、さっきにね、まあ言ったら当たりみたいなをつけておくと描き始めやすいかもしれませんね。僕は普段あんまりしてないですけどじゃあ描いていきます。まず工場ですね。このパースをうまく表したいですね。もうちょっと長かったなってやったらちょっと伸ばしても大丈夫。ちょっと画面がちっちゃいねんな。まあ、あのペン画なのでそこまでね、あの細かく描かなくても大丈夫です。雰囲気さえ合ってたらって言っていつもごまかしてる気がする。こんな感じで倉庫がもう描けましたよ。でね、こういうね、構造物を描くときにはごちゃごちゃしてて何かわからないところがあるので、まあ、ぐちゃぐちゃ線でごまかすところがありますね。ここら辺とかもぐちゃぐちゃ線です。さあ、いよいよ鉄骨のところに来ましたけど、ここがぐちゃぐちゃ線の見せどころ。まあ、大きな形を取りながらも、なんていうんですかね、この縦横の線の組み合わせで、ただ、輪郭を追いつつ、ぐちゃぐちゃでごまかすって言うたらかな、表していきます。正直こんなん描けないんですよ。ちゃんとしたデッサンの時はよく見てね、描かんとダメなんですけど、こういう時はね、ぐちゃぐちゃ線で。高いですね、この塔みたいな。なんか自然の中にある武骨な工場とかっていいですよね。もう線とか踊りまくってますけど気にしません。いやー、蚊に噛まれてる。好きあらば蚊差し寄るからな。はい、こんな感じで隣に移っていきます。山まで入るかな。これね、ペン画の場合はね、あの下書きがない分行き当たりばったりっていうか、基本例えばあの当たりをつけるスケッチの場合は、あ、ここら辺まで、だいたい景色が収まるなとかやって、だいたい描き始める前に分かったりするんですけど、このペン画はね、いきなり見えたところから左から順にとか右から順にとか描いていくので、どこまでが収まるかってある程度しかね、
予想できないところが、まあ面白かったり早く描ける快適なスケッチをねさせてくれますよね。はい、もうかなりぐじゃぐじゃ線だけでやってってますよ。なんとなくこの例えば家のこのね、家っていうか建物の庇とかちょっと建物やなっていうのをアピールできそうな線は拾っていきます。あとよくわからん、何の線かわからんところはもうぐちゃぐちゃぐちゃっとしておきます。なんていうかな、見る絵を見る人も都合よくね解釈するもんなので、ぐちゃぐちゃ書いてて何かわからんところはなんかわからんようにそれっぽく見てくれるんですよ。ただこういう家の形とかしっかりちょこっと書いておくと、あ、これは家なんだなって認識してくれるので、そういうところは注意深く拾っていきます。そしたら手前に移っていきます。なんとなくこのパースね、ここがここら辺が消失点やと思うんですけど、こうすぼまっていく感じに書いていってます。ここにも塔あんねんな、後ろの山です。ここにもなんか塔がありますね。で山輪郭取っていきます。揺らすような線で山入るかな、ギリ入るな。これぐちゃぐちゃ線も意外と難しくて、規則的にぐちゃぐちゃしてしまいますよね。ちょっとこう小刻みに揺れたり大きく揺れたりして変化を持たしたいですね。そしたら手前ですよね。手前ね、車が走ってるんですよ。これね、いい時を見計らって車も入れたいですね。ぜひ絵を描いといて、その手前にね車走ってるんですよ。一瞬走った車をなんとなく大きさとか形捉えて書き込んでいきます。工場系なのでなんかトラックみたいなの通ってほしいな。似合いそうなんやけどなかなか通らへん。通ったよ。トラック通りました。なんとなくで大丈夫です。で手前にね草がまたあるんですね。ここに手前の草描いていきます。ぐちゃ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 。でこのぐちゃぐちゃを延長してきてこう影にもできますよね。ね、影は後で彩色水彩でできるんですけど、あのこのぐちゃぐちゃである程度表しておいてあげると塗るときに楽です。じゃああと細かいところちょっと詰めて、気になるところ詰めてですね。ポイントはね、このやっぱり後ろの建物やと思うので、そこを重点的に目立たしていきますね。はい、こんな感じでしょうか。ペン側これで彩色に移っていきたいと思います。取れてたんかな、大丈夫、ワイプが止まってた気する、怖っ。別にええけどな。はい、じゃあこれを装着してですね、だいたいペン画でどうやろ、10分ぐらいですかね。だから彩色も含めて20分で仕上がったら十分ですよね。10分っていうか、あーええわこれ、楽や。じゃあ一気に彩色していきたいと思います。まあ影から詰めていこうか。オペラ とブルー系を混ぜて影の色を作ってですね、茶色を混ぜようか。こんな感じの色で影を先に描いていきます。塗り方もね、あのペン画に合わせて雑な方がいいです。はみ出ても気にしない。ここをね丁寧に塗ってしまうと、なんていうかな、不釣り合いな感じになってしまうので、影も大雑把に意識して入っていきます。でこう工場ってちょっと汚いので、ちょっと汚い感じも出したいですね。こう汚して、後ろの工場もいろんな色があるんですけど、色の省略っていうのもありますよね。あんまり全部表さないっていう感じで、目立つ色だっけね。例えばこの後ろの黄色とかはすごく目立つので、こういうところは入れていきます。その他はねほとんどね、なんていうかな、薄汚れたベージュ色っぽい感じやな。なのでここら辺も大雑把に塗っていきます。
加減とこれはちょっと濃くしておきますね。おっと、ちょっと火が出てきたぞ。まだまだね、外暑いので、外スケッチする方は気をつけてくださいね。主にこういう影を拾っていきます。よいしょ、こんなもんかな。ね、なんか色塗りもめっちゃ適当ですけど、それらしく見えたら大丈夫です。よっしゃ、じゃあ背景の、山塗っていきます。これで、絵的に言ったらこの山で、手前の、工場を際立たせないといけないので、あんまりね、濃くしたくないですね、後ろは。水彩の良さを生かして、ちょっと、たっぷりめの水でいきましょうか。暑い、日差しが。で、このね、工場の際に溜まると、縁取った感じになってね、変に見えるので、こう流しますね、上の方に。まあ、これもちょっとしたテクニックですよね。で、まあ、もういろんな色入れて。ちょんちょんちょんっていうこういうタッチをつけてあげると山のボコボコ感出ますよね。まあ、あんまり目立ちすぎてもダメなのでこういうぐらいの濃さにしておきます。じゃあ手前のね、葉っぱ、これはね少し強めの色でもいいんじゃないかなと思います。奥はね、工場を際立たせるために少し淡めの茶草にしたんですけど、大胆なこの筆致を生かしながら少し強めの緑さしてってます。手前はこうガクガクいった方がいいですね。手前の感じが出るので手前の感じが出る説明下手か。で、濡れてるうちにちょっとまた緑の影を入れといてあげます。あー、風あると涼しい。今一瞬火出た時めっちゃ暑くてやばかった。じゃあ、あとはね、さらに一段濃いところ最後に影とか入れてあげるとグッと締まるので、濃いところを探して入れていきます。この時のね、濃さが難しくって、ここであんまり濃くしすぎるとね、浮いてしまうので、ほんまに、ちょっと濃く感じるとこだけにしときたいですね。こんなもんかな。破れた!マルマン弱いねんな。ちょっと破れた。気ぃつけなあかん。うわぁ。はい、工場の絵完成しました。いかがでしょうか。ボールペン画と着彩合わせて25分ぐらいですかね。撮影に止まってたので、実質20分ぐらいですかね。はい、こんな感じに描けました。まあ、どうなんですかね。細かいところを見ると、ちょっとおかしなところもあるんですけど、それはもう気にしなくていいです。形は大体の感じが合ってたらいいので、こういうなんかだいぶ短くなってしまいましたね。そういうの気にしてるとね、描けないんですよ素早く。こういう素早く描くスケッチを繰り返してるとデッサン力も多分上がってくるので、そんな気にすることないと思います。とりあえず大事にしたいのがこう線の勢いとか、塗ったこの絵の具のね勢いですよね。結構短時間で雰囲気のある絵になったんじゃないかなと思います。今回の絵のポイントはこの工場のこのぐちゃぐちゃですよね。実際のあの工場を見るとめちゃめちゃ構造物がすごい細かく入り組んでるんですけど、これを見ていただくと分かるように、ほんまに線を縦横ぐちゃぐちゃやってるだけです。これで質感を出したりね、量感を出してるだけで、結構こういうごまかしって多いと思うんですね、絵に関して言ったら。あまりにもね、形にとらわれすぎてデッサンデッサンってね、自分を追い込んでしんどい絵を描いてるぐらいやったら、デッサンはね、そこまでできてなくてもいいから、こうやって素早く気軽に描いてみてはいかがでしょうか。結構完璧主義の人はね、なかなか苦手だと思うんですけど、慣れなので6割描けてたらいいぐらいでバンバン描いていって楽しみましょう、絵を。で、外で描くとやっぱ気持ちいいですしね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。皆さんも涼しくなってきたのでね、野外スケッチぜひぜひ、繰り出して楽しんで絵を描いてみてください。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。またお越しやす。
ちなみに、この野外スケッチは母親の健康診断に付き添いに行ってね、待ち時間の間に、描いた絵でございます。もう母親顔面蒼白で1週間前ぐらいから体調崩してたんやけどね。今の気持ちはどうですか？晴れ晴れや腹立つ腹立つ